コーヒーさくらの大西です。今日は2月の13日の土曜日に、始まります、クラウドファンディングのお話をさせていただこうと思います。当店が、主催をさせていただくんですけども、内容はというとこちらの、メッシュの金属フィルターの、ご案内です。こちらをクラウドファンディングで、募集させていただきます。こちらは、金属フィルターなんですけども、非常にこうメッシュが細かくて、18ミクロンという細かさです。で、金属フィルターの良いところは、紙フィルターを使わなくて、購入の、煩わしさがないということと、紙を使わないので自然環境にも良いということです。で、日本で使われている紙のほとんどはインドネシアとかオーストラリアとかの、輸入物で、そちらから木を輸入して、パルプにして、バージンパルプといって、再生紙ではないものを使ってコーヒーのフィルターは作られています。で、その原料はですね、やっぱり森林伐採なんですね。で、例えばインドネシアですと、僕もちょっと行ったことあるんですけども、かなり本当にこう森林伐採がひどいです。で、オランウータンがそのせいで住めなくなったり、パルプだけの、紙の原料 の木のだけではないんですけども、他にもオイルであったり パーム油であったりいろいろあるんですけども、やっぱりこう木の伐採による、自然環境の破壊というのはかなり、Google マップとか地図でも見ても明らかにこう年々ひどくなっているようです。そういう意味で、紙を使わないという意味で、おすすめできるところです。で、あとですね、ただこちら、問題があって、こういうものはやっぱ後片付けがやっぱ面倒くさくて、紙フィルターだとポイッとこう終わったら、ゴミが捨てれるんですけども、こちらだと、こうゴミ箱にポン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 して、カスを取り出して こちらにちょっとカスがちょっと残りますので、その辺の後処理が大変です。で、こちらの金属フィルターはですね、以前より当店でも販売しておりましたこちらの商品なんですけども、ただ問題があって、非常にこれメッシュは細かいんですね。で、細かい分、抽出したコーヒーの液体が本当に透き通ってるんです。紙フィルターと同じぐらい透き通ってるんですけども、やっぱ詰まりやすかったんですね。で、こちらが通常のですね、よく売られている金属フィルターです。こう透かしてみても分かると思いますけども、向こうが完全に見えます。で、こちらのタイプはもう全然、もう見えないですね。こちら13ミクロンなんですけども、で、こちらが細かすぎたので最初は良かったんですけども、使ってるうちにちょっと詰まり気味になっちゃうんですね。で、そのためにメンテナンスをして、ちょっとこうセスキ炭酸ソーダでにつけておくとかですね、あと場合によっては、超音波洗浄機を使って、こう洗浄しないと詰まりが取れなかったんですけども、今回は18ミクロンに修正しました。こちらもですね、ほとんど見えないんですけども、若干これ分かるかもしれない、若干向こうが見えるんですね。若干向こうが見えるぐらいの粗さです。で、これで18ミクロンにしたことによって、クリアな、こう、透き通ったコーヒーの抽出を、もできますし、かつ、こう、詰まりにくくなったという改良点が今回の、製品です。で、もう一つあってですね、こちら金色なんですけども、これチタンコーティングなんですね。こちらは従来のステンレスのコーティング、フィルターです。こちらはステンレスにチタンコーティングをしています。で、チタンコーティングをすることによって、味がより、コーヒー本来の味になります。ステンレスっていうのは結構こう味に影響を与えるんですね。で、ステンレスポットとかにコーヒーを入れておくと味が劣化しますし、こういうフレンチプレスもですね、メッシュの部分にステンレスが使われてますので、ちょっと置いておくとちょっと嫌な味になったりすることはを感じる方もいらっしゃると思います。私はちょっと結構敏感で、感じやすいんですけども、多分こう入れ歯の関係も、入れ歯って入れ歯じゃないですごめんなさい歯の治療、
金歯とか銀歯とか、まあ今はそう金属製じゃないものもあると思いますけど、それも関係するかもしれませんけども、人によってちょっと感じ方は違うかもしれませんけども、ステンレスのものはちょっと味を劣化させたりします。で、人によってはですね、カレーライスをまあステンレスのスプーンではなくて木のスプーンで食べる方もいらっしゃいますし、あと他にはですね、ステンレスのシンクをですね、こうたわしでこすったりするとなんか嫌な匂いをすると思うんですけども、ああいう感じがコーヒーの中にちょっと溶け込むことがあります。通常のステンレスフィルターだとそれほど感じないんですけども、このようにメッシュが細かいとその分、影響が出やすいようです。で、今回の製品は、それを防止するために、チタンコーティングをしています。まあ、正確には酸化チタンのコーティングで、よくあるチタンコーティングっていうのは、まあ、と同じコーティングの仕方なんですけども、こうイオンとかなんかこうすごいこう影響を与えないんですね、そのコーヒーに対して。で、他に与えないものがあって、金メッキのフィルターっていうのは以前からありました。こういうものでも金メッキの、フィルターはあったんですけども、金メッキはものすごく高くコストがついちゃうんですね。で、今回は、まあ、チタンコーティング、まあ、チタンコーティングも安くはないんですけども、チタンコーティングをすることによって、味がクリアな、こう透き通った味にコーヒーに仕上がるようになっております。で、こちらはまだ試作品なんですけども、これから、製作に入りまして、私が製作するわけじゃなくて、近所にですね、本当5分か10分ぐらいのところにユニトレードさんという会社がありまして、そちらの会社が、こういうフィルターをですね、以前から作っておられたんです。で、今回、まあ、こういうフィルター改良点2箇所ありますけども、その点を改良されて発売されますので、当店が、今度それを、クラウドファンディングで、発売の、こう何でしょう、PR とあとこうちょっと 割安にして、まあ、ちょっと資金もですね、ちょっとなかなかこれ作るんですけどもお金がかかりますので、その募集の意味も兼ねてクラウドファンディングを幕開けというところで開催させていただくことになっております。リンク先はですね、概要欄に貼っておきますので、2月の13日の土曜日、時間はですねちょっと分かんないんですけども、一応決めておいた方がいいですね。10時から12時の間には、スタートができると思っております。はい、では、ぜひご興味のある方はクラウドファンディングの方で少し安くなっておりますので、ポチッとこう、応募していただければと思います。ただ、今から制作入りますので、完成が一応お届けがですね5月中になる予定を見込んでおります。それでは、今日もご視聴ありがとうございました。